岡崎市徳川町、この日も多くの人たちがこの町を訪れました。皆さんの目的はこの町に住む天然のゲンジボタルです。残念ながら時期が早いためまだ乱舞をお見せすることはできませんが、天然のゲンジボタルの光、ぜひご覧になってください。ホタルの光、いかがでしたか？人はこの光だけについつい目をやりがちですが、この光を守るために多くの人たちが環境保護の努力をしています。この光には自然を、地元を愛する人たちの心がこもっていること、決して忘れないでください。